ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は、シャオミが国内向けに新製品を発表することが明らかになりましたので、ご紹介したいと思います。こちら、今画面に表示しています、シャオミジャパンの公式 Twitter の方で、今回のアナウンスが行われました。内容としましては、7月27日木曜日、シャオミ新製品発表とあることから、7月27日木曜日に今回の新製品発表会が開催され、そこで何かが発表されることになります。同時に掲載されている画像としましては、ディスプレイの可能性が広がるということで、画面が特徴的な新製品が発表されるということが、ここから予想できますが、果たしてこの新製品は一体何なのか。今回はその辺につきましてもご紹介します。もう多くの方が予想している通り、今回の新製品、いくつかありますが、その中でも画面が特徴的なものと言いますと、やはりタブレット、これが発表されるのではと言われています。同時にスマートフォン、それからスマートウォッチなども発表されるのではというところはありますが、今回はやはり一番気になっているだろう。これからシャオミが国内向けに投入する新型のタブレット、そちらにつきましてご紹介したいと思います。シャオミが国内に新製品を投入する際には、あるルールがあります。ルールというのは、まずは海外でその製品を発売した後、その後で国内でも発売するというルールです。まあこれはよく海外系のメーカーがよくやる方法ではありますが、何かと言いますと、もうすでに海外に投入されているものが国内向けにローカライズされるという、そういう流れになります。そこで今回の本題でもある、これからシャオミが国内で発売する新型のタブレット、今回の7月27日のイベントで発表されるタブレットは、もう結論から言いますとこちらになります。シャインパッド6、これが7月27日、国内モデルが発表となります。すでに先行して、約1年前に国内に投入されていますシャインパッド5の後継モデルであり、なおかつスペックもアップしたモデルになります。では、このシャインパッド6、おそらくは海外で、先行して発売されているこのモデル、ほぼそのものが国内にも発売されるかと思いますので、スペックなどを知る上でも海外モデルのこのシャオミパッド6のスペックを見れば一目瞭然ですので、その辺もご紹介しておきます。このシャオミパッド6のスペックとしましてはこちらになります。まずカラーにつきましては3色展開。ゴールド、グラビティグレー、そしてミストブルー、この3色展開となります。まあ国内で全てのカラーが発売されるかどうかというところは定かではありませんが、カラーラインナップとしてはこの3色のいずれか、あるいはもしかしたら全てが国内で発売されることになります。本体のサイズとしましては、高さ 253mm、 幅 165mm、 厚さ 6.51mm、重さは 490g となります。そして CPU、処理性能に関わる部分ですが、こちらはスナップワゴン870となります。例えばスナップワゴン8、Gen1 とか、Gen2 とか、そういった高性能な CPU、最新の一桁台の最新の CPU にはなりませんが、あえてこの800番台のスナップワゴンを搭載した理由としましては、一番にはコスパというところがあります。まあそもそもタブレットですので、あえて 5G に対応する必要もなく、普通に高い処理性能があればいいだけでもありますので、そういう意味ではコストも大幅に抑えられる。スナップワゴン870、これを搭載してきたというのは評価できるところと言います。あと、ストレージ、メモリにつきましては、6GB128GB モデル、それから MAX で 8GB256GB モデル、こういった構成が用意されます。国内ではこの最小構成だけが発売されるのか、
もしかしたらこの上の方のスペックのモデルが発売されるのか、ここも定かではありませんが、まあとりあえずラインナップとしては、ストレージは 128GB か 256GB か、この2つから選択することになるかと思います。ディスプレイにつきましては、11インチ、液晶ディスプレイになります。解像度もとても高解像度の 2880×1800 ドット。リフレッシュレートも高く 144Hz のリフレッシュレートに対応となります。ですので、ゲームなど動きの速いアプリなどをプレイするにも、この速いディスプレイというのはとても役に立ちます。カメラにつきましては、背面側のカメラが1300万画素。こちらのカメラは 4K30p の動画撮影も可能となります。あとは800万画素のフロントカメラ、こちらも搭載となります。バッテリーは 8840mAh、 タブレットとしては珍しく 33W と高性能な充電にも対応となります。 USB 端子も USB3.2Gen1 ということで、 Type-C ではあるけれど USB の規格は 2.0 のままという製品も世の中にはたくさんあるんですが、この製品は Type-C でなおかつ USB3.2 対応ということですので、データの転送速度などとても高速に行うことができます。以上が日本で間もなく発表されると予想されている ShinePad 6のスペックとなります。まあ、特徴もここまでご紹介した通り、高性能な CPU を搭載した大画面タブレット、これが ShinePad 6になります。本来は犠牲にされるような充電周りもきちんと設計されており、33W、急速充電にも対応しているというところがとても嬉しいところで言います。なおこちら、このShinePad 6につきましては、ペンにも対応となります。またこのような専用のキーボードカバー、こういったものも用意されています。もちろん、これがそのまま国内モデルとして発売されるかというとどうなるのか、こちらも発表を待ってみなければいけないところではありますが、こういった iPad Pro 風に使うことのできるキーボードカバー、ペン、こういうものもちゃんと用意されているというところで、 Android だとどうしても手書きでイラストを描いたりメモを取ったりというのが弱いところはありましたが、こちらの ShinePad 6につきましてはそういうこともなく、高性能なペンも組み合わせて使うことができますので、様々なシーンにおいてとても役に立つといいます。また音質面につきましても Dolby Atmos などにも対応し、高音質で映画、音楽を聴くこともできます。あとは大画面を生かして動画を視聴する際、そういった時にも役に立つタブレットになります。YouTube の動画など意外と処理性能が要求され、高解像で視聴しようとすると、どうしてもスペックの低いタブレットだと動作がもっさりしてしまうところ、この製品は高性能な Snapdragon870 を CPU として採用していることからも、負荷の高いことをしても快適に行うことができる、そういうかなりスペックに余裕があるタブレットとなっています。価格につきましては、正式に国内モデルの価格を見てみなければ何とも言えないところではありますが、現行モデルよりも若干上がるかなというぐらいの価格になることが予想できます。なお、こちらが現在国内で販売中の現行モデル、ShinePad 5となりますが、こちらは今いくらで販売されているのかと言いますと、こちら上位モデルの方、ストレージ容量も多い上位モデルの方の価格は64,800円となりますので、だいたい65,000円程度で上位モデルが販売中です。ですので、価格帯的にはこのぐらい、5、6万円程度、もしかしたら上位モデルは7万円ぐらいになるかもしれませんが、それでも iPad などと比べますとかなり安く購入することができる、そういう内容になっています。デザインにつきましても、この辺特にカメラ周りなどのデザインは大幅に刷新されており、
見た目的にも結構スペックアップしたなというより高性能な雰囲気を醸し出したデザインとなっていますので、まあこの辺追加で新しいタブレットが欲しいという方、あるいはもっと高性能な Android タブレットが欲しいけれど価格はあまり出したくないという方、そういう方にとってはサムスンの Galaxy タブシリーズよりも、そして Apple の iPad よりもだいぶ安く購入することができますので、ぜひとも7月27日発表されるこの ShinePod 6購入する候補に入れておくのもいいかと思います。まあいずれにしろ価格とか、それから詳細なスペック、国内モデルとしてメモリやストレージはどのモデルが投入されるのかとか、その辺につきましては7月27日 Xiaomi Japan の方から公式に発表がありますので、その発表を見て今後どの新製品を購入するのかじっくり考えてみるのもいいかと思います。なお、この動画の概要欄の方には、現在 Amazon で販売中の人気の格安タブレット販売ページのリンクも貼っておきますので、そちらも興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。